長山県と被告、執行猶予明け、復帰。伊勢屋祐介沢尻エリカが道しるべに芸能リポーター、超ぶっちゃけ芸能座談。はい、6月15日、長山県と被告が大麻取締法違反の罪に問われ、10代の頃から大麻を継続的に使用していたことを明らかになった。検察側は6ヶ月を休憩している。 芸能界の大麻所持の逮捕者について、芸能取材の水も甘いも噛み分けたプロたちが語り尽くす。芸能評論家三杉イカ、長山健人さんが大麻所持で。芸能ジャーナリスト佐々木広行、以下佐々木、これもね、なんか。三杉長山健人容疑者が所持で逮捕ということです。佐々木これもちょっとね。 なんか大きなニュースで隠れちゃってたけど、え、と思いましたけどね。なんかでもね。見すぎて。しかも自宅でしたっけ、これ。芸能リポーター安倍霞、以下安倍、はい。見すぎ自宅でサイっぽいなと思いました。個人的に。佐々木これでもあれでしょ垂れ込みがあったんでしょだっけ安倍一ぐらいです。だから半年かけて。 佐々木あれですよね。親しい人というか、近い。相当近い人からの垂れ込みだっていうから彼女なのか最初。っ思った安部ただ、またこれも来年の大河ドラマも決まってるし、今公開中の映画で、今度後編がまた出るっていうところで、ほとんど出てる。まあ、出まくってでも今は作品に罪はないっていう感じで、そのまま映画とかそのまま公開されるとは思いますけれども、 ただタイガの方は、事務所が辞退したと。ーータイガは、ここ続けて結構あるっていう。佐々木はい三ギ・沢尻さんも出てたしね。阿部ピエールさんもそうでしたし、沢尻さんも、で今回。